まあ、選手が、ウォーミングアップに、フィールドプレイヤーですね、出てくるとき、まあ、ちゃんと歌いながらもうフラッグを持って選手を迎えます。いつもおいおいおいミッセル神戸っていう形なんですけど、今日はちょっとそれをなしにして、ちゃんとねフラッグの、海を作ってる状態で選手を迎えるという形でいきます。それからですね、その後普段から、そのまま、選手コール選手チャントの方に、移っていくんですけども、今日はそのフラッグを振るチャントが終わったら、そのまま真ん中に肩を組む状態に集まってもらって、先にオレオレいつもの真ん中に肩組むことをやりますね。先にそれをやります。でそのままそのままの形で、あれいつも終わっちゃったらパーッとこう横に行っちゃうんですけど、帰らずにそのままの形で選手コールやっていきます。キーパーから、最後のサブの選手まで行きますんで、やっぱりあの前に立って聞いてるとすごい分かるんですけど、あの真ん中に寄った時の声が一つになった時の迫力っていうのはものすごいものがあるんです。今日は、まあ、選手に今日はなんか違うなというのを感じてもらうために、そういうことを、やりたいと思いますんで、普段ちょっと真ん中寄るのはちょっとなっていう方もいるかと思うんですけど、まあ、ここに来てもらってる、サポーターの方一人一人がリーダーになって、もし真ん中に、行ってない方がいましたら、よかったら、いや今日だけでも真ん中行こうぜ、声かけてあげたら、ちょっとでもね、真ん中に来てくれると思いますんで、協力よろしくお願いします。きっと答えてくれると思う。